さて、この後なんですけども、大阪大学大学院大阪森下教授によるキーノートスピーチです。日本初の新型コロナワクチンの開発にいち早く名乗りを上げて注目を集めた大阪大学発のバイオベンチャーアンジェスです。そして今ですけど、ワクチン開発で一躍有名となりましたコロナですが、アンジェスが脚光を浴びたのは2019年でした。それまではですね、難しいとされてきた遺伝子治療薬の承認販売を日本国内メーカーとして初めて達成した瞬間でした。そしてアンジェスを設立以来20年、非常に長かったが、やっと患者様に届けることができて大変嬉しく思っていますと、当時の記者会見でこう語ってらしたのはアンジェスの創業者でもある森下教授です。今日のキーノートスピーチは、大学発ベンチャーのパイオニアともいえる森下教授をお招きして、ハブ・フォー・ベンチャーズ&リサーチ・インスティチュート大阪エリアと題して、世界トップレベルの技術や産業、市場が集積するイノベーション都市大阪の魅力や万博に向けた今後の可能性についてお話しいただきます。コロナ禍におけるアンジェスの取り組みなど、ホットな話もお聞きているかもしれませんね。そして皆さんもお待たせいたしました。それでは、大阪大学大学院ですが、医学系研究科臨床遺伝子治療学寄付講座教授大阪隆一先生によるキーノートスピーチです。どうぞ。皆さん、今日はですね、そのように素晴らしいご出席ありがとうございます。私は大阪大学から参りました森下雄一と申します。今日は皆さんに我々のですね、データをシェアすると、そして将来の可能性ですけども、エクスポですけど大阪万博のお話をしたいと思っております。それではここで私のスライドをご覧くださいませ。実際大阪っていうのは多くの有名な面がございまして、さまざまな研究機関や大学がございます。例えば大阪大学ですけども、私の属するのは大阪の中央にあります真ん中です。そして神戸と京都にも近接しておりまして、それぞれ国立大学を配しています。それに加えて、これらの有名なバイオテックのですね、関係の企業や大学もあります。そして国立のですけども、研究所が大阪にあります。例えばこのサイトですけども、大阪大学の近所にもね、これですけども、国立研究開発法人生医学イノベーションですけども、それから国立循環器病センターもあります。そしてこのような私立大学、公立大学と加えて、やはり公的そして民間の研究機関があります。関西というのは本当にですね、バイオテックのクラスターがあるということです。実際にバイオテックのクラスターが関西の地区にありまして、最もですね、最大のクラスターとなって世界の中でも誇るべきものです。そしてアジアの中でも最大規模となっています。このバイオテックのクラスターというのは、これはですね、200-300年前に始まっています。最初これはですけども、緒方光庵先生が適塾を始めました。適塾っていうのは、実際のところオリジナルのですね、大阪の大学みたいな感じですね、大学みたいな感じとなっております。前身となっております。先生はパイオニアとして、現代医学のですね、日本の父と言われております。先生は適塾を作りました。これは土生町の近くに起こしました。土生町っていうのは有名なですね、医薬の町、そして日本の医薬、それからですね、中国の漢方薬の卸の町として有名でした。そして多くの今にもですね、製薬会社がこの土生町の近辺にたくさんあります。例えば武田薬品、三菱田辺製薬、塩野義製薬、大日本住友製薬、小野製薬などなどがございます。従いまして、大阪と関西地区というのは非常にですね、ユニークな特徴もあってありまして、バイオテクノロジーが発達しました。特に大阪のエリアというのは非常に成功裏に、新しいバイオクラスターをですね、サイトバイオクラスター、これを作りました。サイトっていうところがあるんですけども、この位置としては大阪大学の近所に近くにあります。そして大阪府っていうのは、やはりこのサイトですけども、バイオクラスターを作りました。20年前です。今のサイトクラスターというのが最大のですね、日本の中でのクラスターとなっていて、アジアでも最大級となっています。ここがサイトライフサイエンスパークでございます。これはバイオクラスターですが、ここにご覧になれるのは大阪大学がこちらにいます。それからエクスポですね、万博記念公園もございます。
そして、これが万博記念公園ですね。これは太陽の塔ですけども、がここに有名なものが建っています。そしてこれはモノレールですね。サイトエリアがここにあるとモノレールで行きます。そしてサイトの地区なんですけども、3つの種類の研究ですね、のインキュベーターがあります。そしてサイトの近くには国立循環器センターがあります。理化学研究所、生命システム研究センター、脳情報通信融合研究センター、それから大阪大学病院がございます。ここがその中の一つの大きな研究機関ですね。サイトの中にある、これは国立研究開発法人生化学イノベーション、ナイビオといいます。このセンターというのは実際特には研究ですけども、イノベーションのですね、新しい製薬のイノベーションですね、そして医療のニーズを探る研究所であります。これがニビオでございました。またさまざまなですね、リサーチのですね、施設ですとか建物がサイトのエリアにあります。今のところ全てのスペースというのがもう埋まっております。そしてこのサイトの地区には3つの独立したインキュベーターのですね、施設があります。最初のがサイトバイオインキュベーターです。2つ目がサイトバイオイノベーションセンター、そして3つ目がサイトバイオヒルズセンターというのがあります。この3つの中では、インキュベーションセンターの中では多くのスタートアップのですね、バイオベンチャーがあると。そして大学からのスピンオフですとか、製薬会社のスピンオフがここに入っています。このサイトのリサーチエリアは、これは地方政府とかレパルサポート、賃貸のサポートですとか、そういった施設のサポートを政府にいただいております。地方政府です。テナントの稼働率今 100% 近いです。最初はですね、最初の頃はですね、空室が目立ちましたけども、都市を経るにつれて多くのですね、バイオテクノロジーや製薬会社が入ってきてくれまして、今のところほとんど稼働率っていうの、占有率が大体 100% 近くになっています。実際ここサイトリサーチエリアからのものであるんですけど、数個の上場企業があります。 IPO ですけども、マザーズですとかナスダックですとか、他のものに上場しています。アンジェスは東京ですけども、株式市場に2002年に上場しました。ちょっとこれ後でお話しますね。それからこのクリングルですけども、これも IPO に出ました。これは東京マザーズです。それからまた創意研とか他の企業ですね、ステムリムスもありますけども、 IPO に押しました、上場いたしました。今サイトエリアというのは一つのとてもイノベーションの高い、また非常にですね、バイオテクに人気のあるエリアとなっています。そう、今からここからですけども、私はちょっとアンジェスの企業のプロフィールについて話をしたいと思います。アンジェスというのは1999年に私が設立いたしました。バイオテックのですね、大阪大学のですね、スピンオフとしてやりました。アンジェスは最初ですけども、IPO のバイオテックとして2002年の9月に東京株式市場マザーズで入りました。今のですね、時価総額は15億ドルです。そして日本では最大のバイオテックファンの企業の価値となっています。アンジェスは3つの医療遺伝子の薬を作りました。とてもユニークなプラットフォームを使っています。コラテジェーンですね、これは2019年にローンチしました。それからディコイの薬品も開発しました。それからまた開発ですけども、 DNA のですね、ワクチンですけども、これはコロナのワクチンをですね、開発いたしました。でこちらと一緒にさまざまな形でユニークで非常にチャーミングな会社なんですけれども、いろいろな進展がありました。そしてメディアでもカバーされました。2003年、ファイナンシャルタイムズが日本のバイオテクの先駆者がこの先陣を切っているというような、そういったような記事を書きました。
もともとは経産省のこの工業エリアにいたんですけれども、2003年にサイトリサーチのファイナンシャル、失礼しました、このパークの方に移行したというような、こういった実績があります。でこちらデロイトトーマツですけれども、アンディスというのは成長率が非常に高いアジアのトップ上位5位の中に含まれているというふうに書いています。特にライフサイエンスの分野でこちらではランキングを出しています。で現在のアンジェスのテクノロジーということでいきますと、プラズミド DNA テクノロジーです。もともとはこのテクノロジーはアンジオジェネシスを誘発しまして、例えばこちらは幹細胞増殖子を使って、上訴求因子を使って治療するということで実際に行っていました。でその後ですけれども、 DNA ワクチンというのは非常にユニークなテクノロジーになります。 DNA テクノロジー、ワクチンのテクノロジーというのは、これは単に針と注射器が必要なだけなんです。そして T 細胞、そしてまた高抗原、こういったようなものが必要になります。またプラスミド DNA というのは非常に安全性の高いプロファイルで知られています。今の段階では深刻な副反応であったり、深刻な免疫性の反応というのは確認されていません。ですからこちらがコラテジェンスになります。日本におきましての初めてのこのドラッグ、この種類の遺伝子治療の薬品ということになりました。世界でもです。2年前、2019年に上市しました。これは日本の政府によってですけれども、コストに関しましてはこちらはその国民の保険によってカバーされているということになります。約5500ドルということで、この1バイアルでの価格になっていますけれども、全体でのコストというのは12000から18000ドルというふうになっています。コラテジン、こちらですけれども、ペペルミノゲン、ペルプラスミドですけれども、 DNA の遺伝子セラピーということで使われています。でまた先ほども言いましたけれども、このコラテジンに関しましては、日本におきましては2019年に条件付きで承認されています。でこちらが2019年の9月でした。で今アメリカにおきましてはフェーズ2の試験が行われています。コラテジンが三菱田辺製薬で日本アメリカで販売されています。また共同でのオペレーターということで、イスラエルの会社なんですけれども、カマダというところがあります。こういったコラテジェンの上市が成功したということで、会社として DNA のワクチンを同じプラットフォームテクノロジーを使って試みました。アンジオテンシン 2DNA ワクチンを開発しました。このプロダクトに関しましては、このプラスミド DNA とこのアンジオテンシン2B 型肝炎のウイルスコア、こういったようなものをフュージョンと組み合わせた形になります。またアンジオテンシン抗体、ペプチド結合体を組み合わせたものになります。そしてこれによりまして、血圧を抑制するということができます。血圧が下がるという効果がありますので、アンジオテンシン2のワクチンというのは少なくとも接種をした後6ヶ月間は効果があるというふうに言われています。アンジェスはフェーズ1、2A の試験に関しましてオーストラリアでは完了しています。最近アンジェスの方からデータの発表がありました。アンタイアンジオテンシン2の抗体がこの
安城天神2の DNA ワクチンを接種した患者の中で増えていたということで嬉しく思います。で、次がフェーズ2の試験になります。今度は高血圧の患者に対しての処置をするというところに適用されることになります。開発中の話ですけれども、このワクチンに関してですけれども、コロナといったようなコロナウイルスのパンデミックに襲われました。そしてそこで私たちも DNA ワクチンをコロナに対して作ろうということで決めました。 WHO のワクチンのガイドラインによりますと、 DNA のワクチンの優位性については記されていました。例えば DNA ワクチンというのは、この免疫に関してウイルス耐性などに関して非常に効果的であるというようなことができました。また T 細胞のレスポンス反応に関しましても、このウイルス細胞においての有効であるということが分かりました。また DNA ワクチンというのは特に人間に対しての、人体に対しての安全性も高いということでした。 DNA ワクチンというのは病原体であったり悪性の組織を取り扱う必要がないということで、その利点もありました。このテクノロジーを使って大阪大学のこのグループとアンジェスが DNA ワクチンをこのコロナ、新型コロナに対して作ろうということで始まりました。タカラバイオプラズミドの生成を担当して彼らと協力するということになりました。またダイセルという会社とも協力しています。彼らの方には針のいらないニードルジェスパイロドライブジェットインジェクターを持っています。で、タカラバイオも大阪に近いところに拠点を置いています。ダイセルも同様です。ですので、ある意味大阪で開発されたコロナ向けのワクチンということになります。こちらは厚労省と厚労科学研究費補助金などで賄われています。日本におきましてフェーズ 1-2 の試験が終わっています。始まっています。これは2020年6月から開始しています。現在はフェーズ 2B/3 のこのトライアル試験というのを東京大阪におきまして実施しています。で、こちらが臨床試験に関してです。まず最初ですけれども、無作為ではないものということでオープンラベルでありまして、コントロールされていないということで、安全性とこの免疫原性について AG03-01COVID-19 ということで、実際にその筋肉内皮下で取っていく、接種していくものになります。で、こちらが2週間のインターバルで1ミリグラムと2ミリグラムを2回ずつというやり方、そしてフェーズ1の調査におきましては、安全性とこの免疫原性というのを確認をしていくということになります。で、これは COVID-19 ということで、次のこの2つ目ですけれども、 AG0302 ということになります。健康な成人に対してですけれども、4週間の間隔を空けて 2mg を2回接種して投与していくということになります。で、両方の試験におきまして、非常に良い安全性のプロファイルが DNA ワクチンにおきましてはあるということが分かりました。そして結果も非常に良かったです。この免疫原性ですとか、この AG0302 ですけども、この結果良かったんです。ということで、まあ第2相3相の治験を始めました。これは健康な成人向けの筋肉投与を2回行って、安全性と免疫原性を評価する無作為化二重盲検プラセボ対処比較治験です。これは COVID-19 についての健康な成人向けです。この治験の中では、2つのグループに分けました。1つはですね、2ミリをですね、2週間ごとに2回やる、そして偽薬を使うのが1つのグループ、そして AG3002mg をですね、4週間の間隔でやる、そして対してプラセボを使うということですね。非常にですね、このトライアルのですね、入った方の
が来ていただきましたので、これ治験中ですということで、結果なんですけれども、やはり多分ですね、この春に出るかと思っています。このトライアルの後、治験の後ではグローバルな第三層の治験します。そして3万人から4万人のボランティアを募ります。日本ですとかアジアの国々からの治験のボランティアさんを募ります。そのことによって我々はですね、 DNA のワクチンをですね、コロナに対して上司できるかというふうに希望しております。そして追加してですね、この筋肉注射の DNA ワクチンに加えて、我々は次なんですけども、この皮膚内注射を考えております。これはダイセルが開発しました。このデバイスを使うとですね、我々は DNA ワクチンがの量ですね、容量が例えばですね、5分の1から10分の1にですね、少なくできるので、この供給なんですけど、ワクチン例えば1000万から2000万分の投与をですね、コロナに対して DNA ワクチンができます。この治験なんですけども、設計としてはオープンラベルですけど、オープンラベルですけども、健康な成人に対してですね、やりたいと思っています。 DNA のワクチンですけども、オールジャパンでやっています。大阪大学ですとか、スピンオフですけども、アンジェスもやってます。もちろん、この宝バイオもやっています。これはですね、量産とか製造に関わっていますが、これは AGC とかアサヒガスとか塩野義製薬、それからカネカも一緒にやっています。それからまたここ見てください。ペプチドのリサーチインスティテュート、ファームペットとか EPS とか SNBL とかフューチャーとか、他の多くの企業もですね、コラボレーションしてこのプロジェクトオールジャパンやってくれています。そして申し上げましたダイセルがインジェクターデバイスですね、注射器を開発しています。このプロジェクトというのはフルにですね、日本の政府が資金をですね、提出していると、AMED も含めてですね、大阪市、大阪府もです。素晴らしいコラボレーションがありまして、そしてこの開発について DNA ワクチンをやっております。これは治験もやっておりますし、そして皆さんご覧になれるように、大体の企業というのは位置的には大阪、関西の地区にあります。実際このことが非常に嬉しいんですね。大阪、関西のエリアでやっているということが。従いまして我々は開発をですね、 DNA ワクチンを便利にできると、素晴らしいコラボレーターとともにやっていけるということが幸せだと思っています。今なんですけども、私はここでですね、大阪万博2025年について話をしたいと思います。このコロナの前には大阪の府、大阪府と大阪市なんですけども、日本政府がメインテーマを決めました。将来のソサエティですね、私たちの生命に基づいて設計するということになってましたが、コロナが起こったのでこのテーマがどうなるか分かりません。テーマは非常にいいテーマだと私は思うんです。コロナの後でもそうです。サブテーマはどのようにして健康な生活をですね、このさまざまなやり方でやって多様性を持ってやるかということ、そして持続可能なですね、ソシオエコノミックシステム、社会経済システムをどうやっていくかということもサブテーマです。エキスポ2025万博は2025年の4月から11月です。大阪府と、それから政府と、それから大阪市の政府なんですけれども、大体想定としてはプロ3000万人がですね、訪れて万博に来ていただけるというふうに見積もっています。そしてエキスポ2025、大阪万博2025年のフォーカスは3つのライブスですね、要するに人命を救う、そして人々の生活の力を与える、そして人々をつなぐ、結ぶということです。大阪万博2025年というのは本当に特に大事なことになっています。この SDG の達成には要となっています。そしてこのキーなんですけども、ソサエティ 5.0 ですね、ソサエティ 5.0 がキーとなっています。またこの大阪万博2025年っていうのは、これは
競争コークリエーションの場所ベニューということになります。日本の政府はそして大阪の大阪府政府は強調しています。この競争ということです。企業の間であったり政府の省庁であったり大学であったり、そしてプラス一般の人々の競争の場であるということを強調しています。大阪の2025年のこの万博ですけれども、大阪市と大阪府はこの大阪をパビリオンを作ることをしました。メインテーマはリボーン再生新生大阪生まれ変わりです。失礼しました。松井市長さん市長がおっしゃっているんですけども、これは大阪のヘルスケアパビリオンだと、医療パビリオンだとおっしゃっています。これは一つのアイデアとして、まあ大阪のパビリオンがですね、生まれ変わりを表すものです。このパビリオンのイメージですね、卵なんです。これ卵です。多分卵だと思います。リボン、生まれ変わりですから、将来のライブ生命に向かっての生まれ変わりですね。特にこの月曜日なんですけども、私はジェネラルディレクターですけども、大阪パビリオンの総長としてですね、生まれ変わりの長とを任命されました。とっても幸せだと思っています。というのはこの素晴らしい大阪のパビリオンの責任者になれるからです。今のところなんですけども、我々はコミッティ委員会があります。これはプロモーションとして大阪パビリオンを推進していくものです。すでにディスカッションしておりまして、例えばポテンシャル可能性ですね、この大阪のパビリオンの生まれ変わりをどうするかということを話していますが、一つ非常にいい点がございまして、トライアルとしてこの旅をですね、例えばですね、10 years younger ということにする。10歳じゃなくて10 years younger です。若くなるんです。若返ることです。このマシンに乗って、そうすると、そこで測定をするんですね。例えば皆さんの、例えばですね、血圧とか、例えば脳の波動とか、例えば皮膚の年齢とか、心臓年齢とか、そんなものを、年齢を測定します。その後で、もし皆さんが、例えば皆さんの、年齢をですね10年若くしなければ、そうすると例えばサプリを選んだり、10年若くしたければ食べ物をちゃんと食べたりエクササイズをしたりというのがボヤージ410ヤーズアンガーですから、 AI を使って、人工知能を使ってですね、アプリをレコメンドしてもらったりするんですね。もしよろしければ、例えばその皮膚年齢を選ぶと、例えば10年若くしたいとなると、パビリオンは皆さんに対してデバイスを提供します。また食べ物ですとかエクササイズとかサプリをですね提供します。そしてそのことによって皆さんの皮膚が、肌が、お肌年齢が10年若くなるわけです。ですからこれをですね、アンチエイジングのパビリオンとしたいと、皆さんのですね10年若返りについて、そういうパビリオンをしたいんですね。加えてこのアンチエイジング、加えて我々は計画として AI のをベースとした将来のホスピタル、病院を考えています。今現在私たちとしましては、大阪ヘルスケアパビリオンに関しましてのこういったレガシーを作りたいというふうに考えています。実は今年からバーチャル大阪万博エクスポというものが開催されます。これはオープンエリアで、インターネットでを通して開示します。このパビリオンに行きますと皆さんはアバターになります。アバターは10歳年を取ったり、もしくは10歳若返ったりさせることができます。皆さんの日々の生活をするという意味で、このアバターでしていくということになりますので、ぜひこのバーチャルな大阪でのこういう体験を楽しんでいただければと思います。では最後にプロモーションビデオをエクスポ2025年の万博ということでご紹介したいと思います。こちらは非常にユニークなもので、楽しい動画になってますので、ぜひ楽しんでご覧になっていただければと思います。 Today, the world is giving its all to resolve global issues. Japan has been contributing to achieve the sustainable development goals of the 2030 agenda with its advanced technology and the culture of co-creation.
Expo Osaka Kansai will be an opportunity to expand the community of co-creation to the world. Our vision. People's Living Lab. The World Expo will be a living lab where we try new ideas for the future society for all humanity. Create something entirely new. Turn impossible into possible. Bring different types of happiness to people. Bring change to the world. Combine diverse thinking and approaches. Explore new possibilities. Cherish curiosity. Challenge yourself. Don't be afraid of failure. No matter where they are from, what values they hold, all people are equal creators here. The Expo encourages everyone to try new ideas and will be the perfect place for trial and error. The Expo is an opportunity where seemingly unrelated talents and ideas meet and new ideas are generated. Our strategy. Expo Osaka Kansai is not just an event that happens in 2025. It is a seven-year project of continued trial and error starting on the day of the host city selection. Expo Osaka Kansai's legacy will be more than just tangible things like buildings and infrastructure. It is a change in people's minds. It will shape our future society by influencing individuals throughout their lifetimes. Expo Osaka Kansai does not aim to produce a single correct answer. It will motivate each of the world's 10 billion people to think, experiment, and act. Our future. Well, let's try and imagine the future we are striving forward. In the year 2025, Tomomi, a high school student, is inspired by the Expo and goes on to study regenerative medicine at university. Ali left his company to start his own AI-based advanced nursing care business in a special economic zone set up during the Expo. Max used prize money from an Expo competition to develop technology that revitalized agriculture in his country. Tanya, a retired engineer, teaches programming to children she met at the Expo. Expo Osaka Kansai does not end in 2025. It is just the beginning. The changes we catalyze will carry on into 2026 and beyond. Because Japan has been open to new ideas and developing new technologies to contribute to achieve SDGs. And because Osaka and Kansai is a place brimming with vitality that exceeds the ordinary and no matter what the challenge, maintains an enthusiastic, well, get to it then attitude. Expo Osaka Kansai will offer the entire world a place to experiment and shape our future society. People's Living Lab. Expo 2025. Osaka, Kansai, Japan. Okay. Thank you for your attention. ご清聴ありがとうございました。皆様に今回この2025年万博でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。